いたしましょう。新番組のタイトルはこちらです。そこ曲がったら桜坂。そこ曲がったら桜坂。なるほど。だから欅坂があって、はい、なんか曲がってとか。そうですね、欅坂があって曲がったら桜坂になるので、うん、ってことなのか。聞くんですね、ハテナですもんね。そこ曲がったら桜坂ですね。これを言ってる人誰なんですか。これは誰の聞いてるんですかね。そこ曲がったら桜坂。桜坂ねえ、ね、そこさそこさくですね。そこさそこさこれどうしましょうね。そういうなんかそこさくかわいい。番組タイトル聞いた感じはどう、かりんちゃん印象今。あ、いいですね。何今の間。いいよね。すごい。でも予想できなかったのがちょっと悔しいです。確かにこれそうね、予想はできない。当てられないかこれは。え、増本はなんかちょっと予想してたのと似ててびっくりしました。本当に似てたの。予想してたのは何なん。桜かけた。全然違う。全然違う。なんかハテナつけたとこ、ハテナ、え、なんかなんとか仕事術語っていう。あ、だいたいそうだよね。ちょっとの間お黙りください。9月20日に新グループ名が発表されまして、はい、でこのいろいろもう櫻坂46としてこう動きがいろいろもうあったんですよね、うん、動いてるということで早速 VTR があるみたいなので、はい、見てみましょうか、どうぞ。あ、どうも。あ、どうも。どうも。お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。リアクション。いいリアクションするね。お関。助かるよ、なんか。あら、お疲れ様でございます。何がリアクションだったの。